ハニッチェチャンネルプレゼンツ大下光太のトライアル&エラー。皆様トラッチュー光太林です。はい、ということでね、始まりました大下光太のトライアル&エラー。皆さんちょっとお気づきかもしれないんですけども、今回私一人でお送りいたしております。これはなぜかというとですね、まあトライアルのみんなちょっと遅刻しておりますっていうのは、まあ、冗談なんですけども、ちゃんといますよ、後で登場しますからね。今日はね、あの前半の方でなんとゲストさんをお呼びしているので、今回そのゲストさんをねちょっとお呼びして、最初はその2人でトークしていこうかなと思いますのでね、それではこれからの時間楽しんでいきましょう。トライアル&エラー、この番組はスターローズレーベルの提供、メディアクリエイターポイントピクチャーズの協力で 84.0MHz 中央 FM でお送りします。ベストコレクションボリューム8、オレンジキャンディーボックス、最新ゲームタイトルやエンジェルノートの名曲の数々をぎゅーっと詰め込んだオレンジキャンディーボックス、豪華な歌姫たちのハイクオリティの主題歌集オンセール。はい、ということで早速ゲストさんをご紹介したいと思います。はい、お呼びしましたのは、ゲームメーカーランプオブシュガーさんよりヒロリンでーす。はい、ヒロリンでーす。はい、はい、ありがとうございます。いやいやいや、ぜひ来ていただいて、まことありがとうございます。男性初ゲスト、まあ、そうなんですよ。あ、そんな男性としてっていうか、あの外部としては、外部としては完全に初めてのゲスト。あ、っていうか、でもなんか小谷の初めてもらっちゃったな。ちょっとちょっとちょっと、はい、まあ、僕の初めてはちょっといろいろと、いろいろとショーエフさん怒られちゃうのかな。でもなんか、はい、初めてのゲストなんですけど、はいはい、全然初めての感じがしないのはそうなぜかと。そうなんですよ、実はもうあれですよね、去年のそうちょうど今頃かちょっと前ぐらいからですかね、一緒にね、いろいろとやらせてもらってるんですよ、はい、いろいろとね、お仕事でも、そしてちょっとプライベートでもね、そうちょっとご飯を食べたり。今回ちょっとその、はい、これ紹介する中で、はい、ランプオブシュガーのグラフィッカーヒロリン、そう、俺今思い出した、うん、グラフィッカーだったってこと。そうね、グラフィッカーってあのね、広報もやったりとかしてるんですけど、広報は別にいるんですよ。そうなんです、いるんですけど、僕もねちょっとお手伝いということで、もう去年ぐらいからイベントでずっと一緒にトークショーとか、トークショーね、やってます。正直グラフィッカーだってことをすっかり忘れてた。僕もね、うん、たまに声優さんだということを忘れてた。そうなんですよね。そう、ちょっと結構イベントって、ランプさんのイベントは割と特殊な感じなので、そうなんですよ、基本イベントってなんか、うん、そういう新しいゲームが出たらそのゲームの紹介とかするじゃないですか、うん、そう、 もうそういうの全然しないからね、このイベント。まあ大体ね、最後に詳しくはウェブでっていう、詳しくはウェブでで終わっちゃう。あと雑談みたいな、あと雑談、その雑談がね、また楽しみで来てくれるユーザーさんが多かったりしてるわけなんですけど、せっかくね、うん、まあ今日ゲストで来てもらったので、はい、まあ、グラフィッカーってことを忘れてたということもあり、はい、ちょっと俺グラフィッカーについてね、うん、知りたかったことが、あ、もうどん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 いくつかあるんですよ。大丈夫ですか、ちゃんとやってますか、仕事オープンで。今日だ、ここに来る前、ちゃんとやってましたよ。本当にちゃんとぬりぬりしてましたよ。そう、グラフィッカーって、はい、うん、なんすか、色を塗る仕事なんですか。そうなんです、イラストに、まあ、簡単に言うとですよ、簡単に言うとイラストに着色をする仕事なんですが、まあ、いろいろまだなんか細かい作業はいっぱいあるんですけど、簡単に言うとそういう話。なんかもともとある原画に、うん、線画っていうんですか、全く色がついてない塗り絵状態の、塗り絵なんです、もうまさしく塗り絵なんです。あ、塗り絵、塗り絵の CG、ね、コンピュータグラフィックだと思えばいい。塗り絵の延長上だ、もう延長上ですよ。結構でもあれ、でもなんか結構一つのゲームにその CG って言われるそのイラストの一枚絵っていうんですか、うん、はい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 、めちゃくちゃあるじゃないですか。あります、やっぱ100枚とかありますからね。全部一人でやってるんですか。あれね、一人でやってたらここにいないです。まあそりゃそうですよね、この世の中にいません僕。もう結構何人かで分担してやるんで、もうやっぱじゃあ髪の毛分担とか服分担とかそんな感じ。まあメーカーさんによってね、いろいろ違うんですけど、ランプオブシュガーの場合はもう、はい、1枚イラストがあったら、はいはい、その1枚が、その人が担当すると。あ、1枚を丸々担当するっていう。そうなんですよ、メーカーさんによっては背景だけを担当とか、キャラクターを塗ることだけが担当とか、まあいろいろあって、はい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 、1枚でもいろんな人が手が入ってたりとかするんですけど。なるほど、ランプオブシュガーの場合はもう1枚はその人だけが塗るって感じですよね。じゃあちょっとお願いがあるんですけど、ほう、
ちょっとあのランプオブシガーのキャラクターっていうか、うん、アズライルっていう猫がいるじゃないですか。ああね、ランプオブシガーってマスコット、そうそう、マスコットキャラクター、黒猫なんです、黒猫がいるんですけど、それちょっと一回僕に担当とかさせてもらってもいいですか。担当ですか。違う、あのね、すごいイラスト可愛いんですよ。イラスト、そう、イラストからグラフィックまでの、はい、あ、じゃあ声当ててくださいマジっすかやりますよ俺。アズライル声優だから、別にグラフィッカーやりたいわけじゃない。そうそうただすごい可愛いその猫が。まあやっぱ人気キャラクターなんですよ、マスコット。ぜひちょっとどんなキャラクターかって気になる方はランプオブシガーっていう検索していただければ、一発目ガンって出てくる猫なんで。そうなんですよ、トップにね、ガンって寝てる猫がいるんですけど。マジっすか。でもあれ別に声優さんいますよね。まあいますけど、じゃあ2代目アズライル、2代目アズライル2匹も作っちゃうんです。あのトトロのちっちゃいみたいなやつ、はいはいはい、ちょっとちっちゃいね、ちっちゃいやつを、もうちょっとミニのやつ、ちょっとミニの子供みたいなやつを作っていこうかなと。いいなぁ、ね、ピロリンってでも昔からグラフィッカーになりたかったの？グラフィックはまあもともとなりたくて。あ、もともと本当にグラフィックになりたかったの？はい。グラフィッカーとモデリングとは違うのってか、モデリングってまず何ですか？モデリングとはまたちょっと違うんですよね。僕全然今カンペでバンって出ただけなんでわからないですけど、俺モデリングっていう言葉自体知らないですけど。まあモデリングってやっぱどっちかっていうと 3D の方で。 3D？ ええ。メガネかけたら飛び出してくる、あの映画の 3D とはまたちょっと違う、あ、全然違うんだ、ね、ゲームで立体的な、はい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 、奥行きを出すための、奥行きを出すのための、はい、それとまたあの、はいはい、使うソフトが違うんですよ。ソフトで違う、ええ、マジっすか。それこの番組内で時間収まりますよまたこう本当に専門分野が、まあ、コンピューターグラフィックっていうのもいろいろあって、はいはい、CG コンピューターグラフィック、でも、はいはい、やっぱ分野がいろいろ違うんですよね。すか、どちらかというとうちのランプオブシガーはやっぱりシミュレーションゲーム、アドベンチャーゲームなんで、はいはい、2D が専門ということで。なるほど、だから 3D は 3D でまた難しいんですよ。マジっすか。なんかちょっと触ったことはあるんですけど、ていうかすげえヒロリンがグラフィッカーペイそりゃ本職ですもん。マジっすか。そりゃ本職です。全然今までイベントで接しているヒロリンはあのダグダ感が一切ない。なんだろう、このプロみたい、すごいプロみたい。そりゃもうね、僕が声優じゃないって思われるよ、一緒な感じ。まあユーザーさんから思われた。まあそうだよね、一応声優なんです、ね、声優そうだから、そうちゃんと声優であるってことを証明するために、はい、今回、はい、ヒロリンがなぜ来てくれたかっていうちゃんと理由一つを。そうなんですよ、宣伝ですよね、要は。そうなんですよ、来年のね、はい、1月27日発売、学王、学王という最新作、はい、タイトルがあるんですけれど、はい、そちらの方にですね原翔役として、そうなんですよ、僕が大下光太が出演することになっております。すごいですよ、はい、鬼原翔役で、はい、原翔ってぜひ呼んでいただければ。はい、 そのつながりもあってね、今日そう、ちょっとね、お呼びいただいて本当光栄なんですけれど、はい、すごいワード数だったんですよね。あ、それ言っちゃいます俺それ言っていいのかなってすげえ悩んでたよね。もう言っちゃっていいんじゃないですか。もうサブキャラというか、そういう美少女ゲームと言われるものの中の男のキャラクターではすごい、はい、ありえない、あのセリフ数なんですよ。異例って言っていいんですかね。そうですね、異例です、異例です、本当異例です。あの本当に男の子が主役のゲームのメインぐらいの勢いなんですよ、ワード数があったのが。そうなんですよね。そう、すごい大変だ。蓋を開けてびっくりみたいな。蓋を開けてびっくり。最初だって全然聞いてたの見たのよりすごい少ないワード数で聞いてたんですよ俺。あー、そっかそっか。これワード数言っちゃっていいんですかね。まあ言っちゃっていいか。まあ言っちゃっていいのかな、完全に緩い感じですけどまあまあ大体約1500あったんですよ。あったんですよ、約ね、そうだから聞いてたのがもともと600ワードぐらいだよっていうのを聞いてて、うん、まあ大体そんなもんだろう、まあ、まあそんなもんだろうと思ってたら、うん、はい、2倍以上あるじゃねえかこの野郎って3倍あったよみたいな、騙されたぞ。でもまあありがたいね、ありがたい感じで、もう収録も終わりまして、あとは出すのみという感じなんですけど、あ、もうもちろんその1月27日発売予定ということで、はい、かっこ予定ですからこれは出しますよ、絶対出しますよ、まあでもヒロリンと一緒に延期という言葉はないもんね。はい、もう絶対、もう絶対、それは絶対ね、1月27日しっかり皆さんお届けする、はい、もう今から誓います公約です、はい、これもう延期しようもんならどういうバッシングを食らうか、もう絶対大丈夫ですよ。まあそのはい、あ、もうね、で収録、はいはいはい、僕も見た、あ、そう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 、立ち会って何回か来ていただいて、いや本当に、ね、どうでした。僕はすごかったです。すごかった、本当に普通にすごかったですマジっすか。あ、声優さんしてるわ。あ、声優ですちゃんと声優です
そう、あの皆さん忘れがちですけど、僕ちゃんと声優です、であのやっぱりこの声優さんによってはリテイクみたいなのがあるんですけど、ほとんどなかったですからね。いやいや、そんなことないですよ。もうほんとスルーッと時間通り収録終わりましたから。またちょっと上手いんだから、そんなお店だって何も出ねえぞ。ちょっと焼肉でも食べ行きましょう。おごりましょう。行きましょう、徐々に行きましょう。なんか結構まあ大変でしたけど、やりがいがある役だったのでね。そうですよね、役柄的に役、ちょっとぜひ皆さん、やりがいがあって本編を楽しみ、ぜひぜひ聞いてみてください。まあその本編も、はい、ということは学王の方もですね、はい、全国キャラバンというものがあります。はい、まあ、これからいよいよ始まるんですけど、直前なんですよね。はい、もうこの1週間後ぐらいから始まるわけなんですけど、もう全国つつうらうら、はい、もう北は北海道から南は熊本まで行っちゃいます。僕も含め、あと高谷、そうなんですよ、今回僕初参戦で、はい、結構全国キャラバンっていうのは今回3回目なんですかね。3回目なんですけど、小谷初で、初めて、噂には聞いていたけれどっていう感じで、なのでちょっとそこら辺の話をちょっと僕初参戦なので、うん、一体どんな、いろいろと聞いてるんですよ。あ、なるほどね。何が大変だとかって、うん、でもちょっと何を気をつければいいのかっていうのを、はい、後半我々トライアル全員集合するんで、はい、そいつらを集合させた後にちょっといろいろと聞いていこうかなと思いますので、それではここで曲1曲ご紹介したいと思います。ご紹介する曲はユーマで未来へのテイクオフです。どうぞ。はい、改めましてトラッチューコウタリンです。トラッチューヨッシーです。トラッチューオッキーです。トラッチューカズです。はい、トラッチューヒロリンです。これなんかね、はい、始まる前にヒロリン5人目で、そう、5人目のトライアルだっていうことで、はいはい、トラッチューって言いたい、5000人のオーディションから勝ち抜いたそんな大きかったのあれ。もう僕今5人も5人、あのトライアルの俺たちがびっくりです。そんな大激戦を勝ち抜いて、初耳だ、あ、もうすごかった、ラッキーラッキー僕。まあということでね、はいはいはい、はい、今回ヒロリンをゲストでお呼びしているんですけど、はい、前半で言った通りちょっと全国キャラバンがもう少しで始まるということなんで、僕いろいろ聞いてるんですよ、はい、今回まあ僕が初参戦するということなので、先ほども言いましたけど、はい、噂では聞いてる、噂では、あの、ね、移動がかなりタイトだと。そう、心得的に言うと、そう、はいはいはい、そういうの聞きたかった、うん、ご飯は食べれる時に食べろ、はい、マジっすか。じゃないとタイミングを逃すと、はい、軍隊その日一日食べれなくなるマジっすか、ぐらいにハードスケジュールなんですよ。あ、その移動のタイミングってことですよね。もしかして晩ご飯とかはそういうのじゃないですよね、もちろん。晩ご飯も、ね、寝るのも寝れるときに寝とけお前みたいな。そんなじゃないですよね。でもそれぐらい、マジっすか。2日間で、で、すごいんですよ、岡山から熊本まで、はい、2日間で回ったりとかする、超密なスケジュールです。四国なんか日帰りで帰ってきた、日帰りアグレッシブなスケジュール、完全に俺の希望的観測では、まあ行って地方に、はい、まあ適当にトークショーをこなして、夜は美味しいもの食べて、まあダーツしながら遊んで、夜はダーツして、いいお姉ちゃんはべらしてお酒飲んでみたいな、リア充そういうのを期待してたんですけど、あ、ない、意外と、あ、意外と、ない、意外と、マジか、超ハードなんですよ。なんてこった。でもまだいいですよ、うん、まだ、移動手段、飛行機とか新幹線ですけど、はいはいはい、メーカーさんによってはやっぱりちょっとね、そこら辺経費削減ってことで、はいはいはい、徒歩、いいですけど、徒歩でじゃあ熊本まで、ああ3日前前乗りとか、途中海あるんでトライアスロンですよ、やばい。まあまあちゃんと今回は飛行機とか、飛行機とかで、ね、うん、まあそれだけでも、ね、ただそれだけでも大丈夫、時刻をしっかりきっちりやっとかないとダメってことですよね。じゃないと、うん、本当にだいたいもう新幹線とか乗るときに、間に合わなくなって、やばい。今まではなかったんですけど、本当1分前とかに駅に着いたりとかで、ザラなんですよ。コンマ1秒の世界、忙しちゃったら次のトークショー間に合わない。やばいっすか。ちょっとしたアスリートの世界じゃないですか。リングなんで、意外とね、かなりこうタイトなスケジュールで動くんで、一番タイトだった時の移動距離っていうのは、移動距離は移動距離札幌からいきなり福岡っていう時、はいはい、えー、だいぶそうなんですよ。札幌で味噌ラーメンを、まあ
時間ない中も食べてで、はいはいはい、次の日もう福岡で豚骨ラーメンってマジっすか胃の中でも味噌と豚骨がこうコラボってるんですよめっちゃ離れてるじゃん超離れてて夏だったんですけど、はい、札幌が25度で、福岡が35度だったやばい10度差だったんですよどうかしてるぜやばいなどうかしてるぜそう大変だ一気に飛んだ時はすごかったんですけどあ、そういうキャラバンなんでね、はい、頑張りますぜひぜひ待ってろよ各地の美味しいもんたちそう頑張りますバイトだまあその全国キャラバンを、はい一番最初のうちはやはり東京の秋葉原をそうですね秋葉原、はい、川切りにということなんですけども、うんはい、今回さすがにね、うん、地方には彼らカズくんヨッシーオッキーはちょっと来れないんですけどもね、うんうんはい、秋葉原の方ではどうやら会場の方に出没すると来てくれるはい行きますもちろん行かせていただきますよ登場しますよ、うん、秋葉原、ぜひぜひ、うん、このこれをね見てくれている方聞いてくれている方で、はい、全国キャラバンの方秋葉原の方行くぜっていう方いたらですね、うん、まあ僕以外にもトライアルの3人をはいちょっと見つけてもらいたいそうウォーリーを探せ的な感じで、ね、ウォーリーを探せかばってあげて赤のし赤のしましまのストライプ着せとくんでわかりやすい3人わかりやすいめちゃくちゃ見つけやすくなるねえ見つけやすい、まあ、どんなキャラバンになるのか今から楽しみで仕方ありません、うん、はい、きっと楽しくなりますよ楽しくしていきましょう、うん、はい行きましょう、ぜひぜひしっかり ねちゃんと学校も宣伝しながらまあ大体いつも CM してんのかって宣伝してんのかって言われるとちょっと遊びに行ってるみたいなもんですからねよし頑張って省略をしましょうね、うん、そうそれで、はい、まあそういう感じで今日ゲストにヒロリン来てくれたんだけども、はいはい、どうやらですね、うん、僕以外のトライアルの3人がヒロリンに聞きたいことがあるとあ何でも聞いちゃってくださいそういうことだったのでじゃあスリーサイズスリーサイズ誰得気になるところでもありますマジ誰得聞こうと思ってたのにマジだよじゃあもうそれは収録終わった後個人的に聞いてください個人的にこっそりね恥ずかしいよ僕もまあ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 じゃあ最初はヨッシーから聞きたいこととそうなんですよ、はいはいはい、ヒロリンという妖精さんがそうなんですよ、はい、一応ね、はい、それのオリジンを知りたいなと起源始まり起源ねはいなんか、はい、起源か、ま、最初に説明しておくと今回ゲストで来ているヒロリンには、うん、その 2D キャラクターというかと、ねはい、この今イラストがイラストが、はい、映像だとついてるんですけど、はいまあ、詳しくはランプオブシュガーのウェブサイトに行ってもらうんですけどはい、ナメクジみたいなヌメヌメしたランプの妖精さんというキャラクターがいるんですよ、はい、それがヒロリンということでヒロリンなんですよ、はいうん、そいつが生まれた起源っていうのを知りたい、うん、そういうことだねずっと気になってましたずっと気になってた生まれた起源、うん、うちのね絵描きで萌木原文武はいはいモイッキーさんですねモイッキーがいるんですけれど、なんとなく似顔絵を描いてってお願いして似顔絵をまあやっぱり似顔絵ないとね、はい、雑誌とかのインタビューとかでまあまあそうですねイラスト載ったりとかするんですよ、でそれでやっぱりなるんですけれど、はいはい、あじゃあ分かったって言ってその時ちょうど眠くて一人で寝てたんですよで起きたら、はい、もうそのイラストになってたんです書いてる経過は見てない見てないですなるほど寝る前にお願いして起きたらそのイラストだったんで なんであんななめくじみたいなどうしてこうなったヌメヌメって完全に書かれてるでもね昔は結構似てたっていう、はい、そうイラスト似顔絵は10年前ぐらいに書いてもらったりああまだあれですねランプオブシュガーができる前からそうキャラクターにそうなんですけど、それが意外と昔は似てた。は昔はちょっとメガネもね、はいはいはい、コンタクトなんですけどしてて、なるほど。そう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 。うかなりクリソツだったらしい。クリソツ。かなり絵見る限りドロンドロンじゃないですか。ドロンドロンですけどね。これに似てるってどんなやつだろう。確かにそのヒロリンを題材にした4コマ漫画とかあるじゃないですか、うん、なんかファンブックスとかの間に載ってる、うんはい、あれすげー好きで俺、はい、大好き面白い面白い、うん、結構ねファンが多くてですねまあ知らない方はですねぜひちょっと見てやってもらえると、はい、そうですね、はい、ビジュアルファンブックスとか載ってるので載ってますんでぜひぜひそちらの方もはいという感じで結局寝てる間に書かれた寝てる間に書かれたっていうのが起源です萌木原のみぞ知るみたいな感じの泥のように眠ってたんでしょうねもうやっぱねなんか疲れてたんですよねその時はい、はい、わかりましたありがとうございました、はい、じゃあ次はオッキーはい僕はですね、学王のことについて、うん、ほいほい学王はい質問をしたいなと思いましたなんだなんだい、うん、ですね学王でこれ、はいはいコータリン、ハラショーやるじゃないですか出ますな、ね、そのヒロリンさんから見たハラショーとは、うん、どんなやつかハラ
あ、ヒロリンから見たコータリンはどんなやつかじゃなくて、そうですね、ハラショヒロリンから見たハラショハラショ、なるほど、あー、なるほど、ヒロリンから見たコータリンでもいいんですけど全然違うだろハラショってでも、うん、結構なんですかね、結構珍しい、サブキャラクターな気がするんですよ、はい、男の、そう、前半で見たように、ね、ワード数も半端ないし、うん、でもよくしょっちゅうやっぱね、ワード数も多いということですごい、はい、出てくるんですけれど、結構変わったやつで、変わったやつ、うん、結構うざがられる男友達っていうのが多いんだけれど、なるほどなるほど、ハラショの場合はね意外となんか親近感が湧くっていうか、うん、だからその演じる点においてですね、その親近感、嫌わせちゃダメだと、うん、そう、嫌われないように、うざがられないようにやらなきゃダメだっていうのに、結構突拍子もないことやってるんで、そう、まあ結構意外ベースはナチュラルな、なるほど、そうなんですよね、うん、なるほど、まあでもそこら辺を表現するのが僕はちょっと難しかった、難しい、まあでもなんかね、現実にいたら友達になりたいタイプ、あ、そんなハラショー、これ結構大きいとかだと結構相性合うんじゃないですかね、ハラショーと。どうだろうな、なんでなんでまあどうだろうな、まあまあそう、ハラショーが友達が欲しいハラショーがどんな人か知りたければ、はい、ければぜひ1月27日発売されます、はい、こちら学校の方、はい、購入していただければ分かります、うまくまとめましたね、はい、パチ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 ということで次はカズくん、はい、はい、あ、ヒロリンさんって妖精だから塩で溶けるじゃないですか、うん、そんな、はい、そんな情報は多分今言ってないから、ね、初聞きの人は分かんないなんか一回 ね、そうヒロリン、このね、イラストがナメクジみたいってことだね、そう、塩で溶けんじゃないかと、そうそうそうそれで一回ね、ヒロリンがメインでやってるランボブシュガー放送部っていうパーソナリ、はい、うん、ラジオ番組を一回それでお休みしました、ね、そうなんですよ塩で溶けて、まあ、中澄さんにね塩をかけられ、そう、その時代役として、代役で僕が行ったんです、はい、代打でコータリンと、パーソナリティその説はありがとうございます、いえいえ、とんでもないです大変でしたそう、だから、まあ、塩で溶けるんですよ、でヒロリンさん、うんうんうん、わさびも好きじゃないですか、わさび大好き、だからもし天敵と大好物が、うんうん、混ざって置いてあったら、うん、どうしますかヒロリンさんは、どうします、あ、それはわさび、わさびの塩かけみたいな、わさびと塩、あ、それ美味しいな、美味しい、美味しい、内臓から溶けていきません、大丈夫ですか、あ、大丈夫です、わさびでうまくこうコーティングするんで、なるほど、わさびコーティングで、なるほど、こうわさびがビシャーってこうてる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 今全身にかかっちゃいましたねビシャーってなっちゃいましたね、いやでもはっきりしたのは、ええ、わさびは無敵ってことですね、無敵ですね、わさび以上のものはない、まあだいたいキャラバン殺菌作用もありますからイベントやってるとね、うん、わさびのチューブの、そうなんですよ、あれが半端ないですからね、もう100本ぐらいもらえますね、全国キャラバン終わった後は、まあ、はい、という、ね、感じで、はい、みんなの質問、はい、まあちょっとわけわかんない質問もあるかな、みんなわかったかな、大丈夫ですか、はい、大丈夫しましたよ、あー、よかったよかった、はい、これで夜も眠れる、そうだね眠れなかったんだねじゃあそんなところでここで曲一曲ご紹介したいと思います、はい、ご紹介する曲は我々トライアルでレッツチャンスウィザーワースタンスです、どうぞ、
バリウムエイグ、オレンジキャンディーボックス。最新ゲームタイトルやエンジェルノートの名曲の数々をぎゅーっと詰め込んだオレンジキャンディーボックス。豪華な歌姫たちのハイクオリティの主題歌集オンセール。はい、ということで、うん、今回ドライラインですね、はい、ヒロリンをお迎えしてお話ししました。これからちょっとおさらいの方をしていきたいと思います。そうですね、はい、はい、ランプオブシュガーさん最新作学校の方が1月27日発売。こちら僕が鬼原翔役で出演しておりますので、はい、よろしくお願いします。まあ、それに伴って全国キャラバンが16日から、うん、はい、始まります、はい、秋葉原からスタートするということで、ね、はい、約1ヶ月やりますんでね、はい、はい、詳しい日程などはウェブで、はい、ランプオブシュガーさんの公式サイトを確認できるということなので、はい、ぜひチェックの方配布もありますからね、よろしくお願いします。はい、もう、はい、よろしくお願いいたします。はい、はいはい、ということでちょっと駆け足でしたけれども、はい、今回ヒロリンさんお呼びしましても、はい、ありがとうございます。ーーです。まあちょっとね、いろいろとまだまだ話したいことがあって、はい、ちょっと時間の、ね、まだ僕 10% ぐらいしか話してない。そうですよね、僕たちは 5% も話してる 5% も話してるなのでね、ぜひちょっとまた近いうちに、はいはい、あ、本当ですか、また来ちゃって全然ぜひ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 、あ、そうだ、はい、来るってゲストで、もう全然僕と二人でもいいんで、あ、わかりました。もう仲間に入れて、トライアルだよ。もう5人目ですからね、僕。そうそう、5人目、5000人から勝ち残ったわけですからね。うん、ぜひ次回も来ていただき、わかりました。じゃあお言葉にお参り、また来ますんで、はい、はい、ということでね、はい、まあ、次回のトライアル&エラーはいつも通り我々トライアル、コータリン、カズくん、ヨッシーとヒロリンの4人でお送りしてますので、ちょいちょい、え、これまだいる、俺、え、オッキー、オッキー、あ、オッキーなんかね、プラス、プラスゲストのオッキーで、オッキーで、この知性を忘れたらみんな損するよ。はい、ということで今回のトライアルはここまで。お相手は私、コータリンとヨッシーとオッキーとカズで、プラスカズとヒロリンでした。はい、ありがとうございます。それではランシュー、これ番組違うけどね、言えた、はい、トライアル&エラー。この番組はスターローズレーベルの提供、メディアクリエイターポイントピクチャーズの協力で 84.0MHz 中央 FM でお送りしました。